テオルギー・バシリエビチ・フロロフスキー・ロシア帝国から1979年8月11日、アメリカ合衆国は、正教会の神学者、歴史学者、エキュメニズムのパイオニア、セルゲイ・ブルガコフ、ウラジー・ミレロースキー、ユスティン・ポポビチ、ドミトル・スタニロアエラと共に、20世紀の正教会において、最も重要な神学者の一人に数えられる。フロロフスキーは、 聖教会の司祭の4番目の子として、オデッサに生まれた。学級的な環境に影響を受けつつ成長し、英語、ドイツ語、フランス語、ラテン語、ギリシャ語、ヘブライ語を在学中に習得。18歳で哲学と歴史を学び始めた。第1段階の卒業後、3年間、オデッサの高校で教師を務め、完全な卒業時に、 ロシア帝国内での全大学での教授資格を得た。1919年にオデッサ大学で講義を始めたが、1920年にはフロロフスキーの一家はロシアを離れることを余儀なくされた。若き日のフロロフスキーはこの時、帰国の道が閉ざされたことを知った。マルキシズムは彼が教えていた歴史と哲学を受け入れなかったからである。フロロフスキーはこうして、 大量に亡命した、ロシア人知識人層の一部となった。こうした層の中には、ニコライ・ベルジャーエフ、セルゲイ・ブルガコフ、ニコライ・ロースキー、その子ウラジーミル・ロースキー、アレクサンドル・シュメーマン、ジョン・メインドルフがおり、最後の二人は、フロロフスキーの後を継いで、聖ウラジーミル新学院の学官となった。1920年代、フロロフスキーは、個人的にも、職業上も、 ニコライ・ベルジャーエフと親しい関係にあった。しかし二人は後年距離を徐々に取るようになった。それは主にベルジャーエフがフロロフスキーの新品となったことを理解しなかったこと、フロロフスキーがベルジャーエフのロシア神学の方法による宗教哲学に対して批判的態度を取ったことによる。1925年にフロロフスキーはパリの聖セ,セルギー神学院で、 生死不学の教授に任じられた。このテーマに、フロロフスキーは、自らの転職を見出した。生死不学は彼にとり、他の多くのエキメニズムにかかる論考批評とともに、聖教進学及び、聖書釈義の基準となった。進学にかかるアカデミックな学位を持たなかったにも、かかわらず、フロロフスキーは、残りの生涯を進学教育機関での教授に、費やした。 1932年、フロルフスキーは、聖教会の司祭に、助成された。1930年代を通じて、欧州の図書館をめぐって、膨大な調査を行い、彼の代表作でありかつ、生死不学の領域で最も重要な著作でもある、ロシア神学のとを表した。この重厚な著作において、彼は、スコラ神学、経験主義、関連論が、 ロシア進学に及ぼした西方協会からの影響に疑問を呈し、ロシア進学を政治党たちの著作の光の中で再評価するよう訴えた。この著作は熱狂的支持と建築の両方を浴び、亡命ロシア人の間では中立的評価というものは存在しなかった。最も著名な批判者は宗教哲学者であり社会批評家であったニコライ・ベルジャーエフであった。 1949年、フロロフスキーはニューヨークに移り、1950年、セイウラジーミル新学院の学館となった。フロロフスキーによる新学教育カリキュラムの拡充は、1953年にニューヨーク大学クリジ会から新学院に対して教育法人としての認可を受ける結果につながった。1955年に学館を解任された。 フロロフスキーの最もよく知られる教え子、後継者には、不主教、イオアンニスジジューラスがいる。ありがとうございます。